職場や学校でイライラすることは多いですよね。日々の生活でのストレスがたまりにたまってイライラのピークに達してしまったあなた、スカッとする話を聞いて解消してみませんか？皆さんこんにちは、星里奈です。今回は日々のストレスを発散させるスカッとする話パート1をご紹介します。1. 時間厳守。人事担当者の都合で面接が30分経過した後に開始された。あなたが日々の生活で気をつけることは？と聞かれ、時間厳守ですと答えたところ、人事担当者にはとても耳が痛い言葉だったようで、その場にいた全員が私に頭を下げ謝罪。絶対に落ちたと思っていたら、言いにくいこともはっきり言える人物と評価され、見事採用となりました。2. 席を変えて。ちょっと CA さん、席を変えてちょうだい。ヨハネスブルグ発の混んだ飛行機の中で、白人中年女性の乗客が叫んだ。何かありましたか？あなたわからないの？黒人なんかの隣には座りたくないの。こんな人迷惑だわ。女性の隣では黒人男性が無然とした顔で座っていた。お客様、少々お待ちくださいませ。空いている席を確認してきます。乗務員は足早に立ち去り、周囲の乗客はざわざわと不穏な雰囲気に包まれる。しばらくして乗務員が戻ってきて、お待たせしました、ファーストクラスに一つ空きがございますので、どうぞそちらへ。本来ならこういうことはできないのですが、隣の席がこんな人では確かに迷惑でしょうと、機長が特別に許可しました。さあどうぞ。周囲の乗客はにこやかに黒人男性を見送った。3. 違法駐車。うちの会社で借りている場所に夜間違法駐車する車がいる。使っていない時間だから止めるだけならまだいいが、ゴミや吸い殻を捨てていくのが許せない。そこで赤い駐禁ロードコーンを置くようにしたが、車で跳ね飛ばして止めてしまう。そこで上司が一計、ロードコーンに目いっぱいセメントを詰め込んで立てておいた。結果、例の違法駐車の車のエアバッグが炸裂し破壊。翌朝、セメントとロードコーンの破片が散乱。全部が大破した車が置かれていた。幸い上司はやりすぎだって警察からきつめの注意を受けただけで済んだ。もともとマフラーや音楽がうるさいって近所から苦情が上がっていたようで、それに助けられたらしい。4. ダメな教師。私の元担任は他の学校でも有名なダメ差別教師。見た目で評価を変える最低な先生だった。嫌いなやつは集中的に罵倒するような教師で、そのせいで学校に来なくなった生徒を根性なし呼ばわりする始末。実は弟がその教師にひどい目に遭ったこともあり、私も嫌いだった。3年生になってそのダメ教師が担任になった初日、私は皆の前でいきなり、あいつの姉か、お前もあんなバカじゃないといいな、お前みたいなのは卒業することだけ考えろと言われた。まだ話してもいないのに。そばにいるだけで何かとちょっかいを出されていたので、そのダメ教師の宿題と授業をすべて放棄した。それ以外の授業はしっかり出ていたけど、ある日、お前は宿題全く出してないから30点はテストの素点から引いとかないとな、赤点になったら絶対助けんぞ、明日までに全部出したら助けてやらんでもないと言われたので、50点ぐらい引いてもいいですよって言って100点取ってやった。でその後、先生の授業を受けている人の方が頭悪くなるんですねとも言ってやった。いかがでしたか？悪者が成敗されていくのはやっぱり気持ちがいいですね。これであなたもすっきりしましたか？また明日から頑張りましょう。